りーちゃん、あいよ、何でも言うけどさ、うん、今日も誰も来てないでしょ。お客も試客も来やしねえっていうね。試客は来たらどうしたらいいの。閉めて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 、広報を何とかで、ね、来ない、来ない、また来ない、言ってるでしょ。もうね、既読無視もいい。既読無視、既読、ほぼ既読無視みたいな、ね、ほぼ既読無視。あれ、あの、あれどうなった、 新人歓迎会は。新人歓迎会、あ、銀行の銀行、あれなんかね、うんうん、三軒隣に取られた。あそこゲーバーじゃないの、あんた。取られたよ、ゲーバー。ゲーバーに負けるってどういうことよ。 あっちの方が綺麗だっつって、あだだだだだだよ。まあしゃあないね。しゃあないの、うん、諦めちゃうの。しゃあない、まあ諦めないでよ、ちょっとね。せめて女子だからね、そこだけね、そこだけは、そこだけはね、キープしたいね。そこと年齢だけは負けてないんだから。でも二次会で来てくれると思うんだけどね。二次会で三次会ぐらいかな。うん、どうだかね、どうなんでしょうね。はしごはしご、三軒向こうやからね、うん、ってことは3次会か、4次会ね、もう潰れてるな、あのジジイどもは。あのジジイどもはね、ジジイって言わないの。なんて言ったらいいのかね。おじいさん、おじいさん。そのまんまや。あ、そっか。あのさ、お客様いらっしゃらないのにさ、なんか今日はあの子来てんだよ。あら、バイトの。わ、バイト募集出してた。来ちゃったの。あら、新人が。暇なんですけど、この店。チップが。びっくりする。あの、暇でもほらさ、自給所だからいいんじゃない。自己紹介してもらっていいですか。うん、自己紹介してもらって。あの、私がした方がいいかな。そうだね。のりこちゃんね。のりちゃんなんだ。のりこちゃん。のりこちゃんで。のりこです。のんたんって。のんたんです。のんたん。かわいい。のんたんと一緒。でもね、新人なんだけどね、うん、一番年上なんだ。なんかやりづら。やりづらい。やりづら。やりづらいな。そんな変わんないから。そう、そんな変わんない。そうですかね。私敬語になっちゃってるんだから。ママがそんな言うたら、この人が刺客じゃないの。びっくりだわ、あなた。ちょっとこれだわ、本当に。ゲーバーから来たんだよ、これ。警戒しね、言われたら。ほら、そういうことでしょ。のりこさんね。のりこさんまだ続く。うん、そう。あの、言うとき言うからね、バシッとね。そう、私もね、うん、あの、あんまり目を合わせられない。お客さんいないとどうにもならないんで、ええ、そうだね、暇だね、まあ、ほら3月入ったでしょ。あ、そうか、日八終わったやね。日八終わったんだけどさ、ちょっと2月引きずってるね、まだね。アンティル8ではないですよね。アンティル8、アンティル8、何ですかそれ。オーガストで、ね、あ、やだ、2月から8月まで。2、3、4、5、6、7、8、8が暇だ。ちゃ う、 うちょっと2月から8月まで暇だと。そうそう、アンティル、オーガストですよ。そうだ、日八とかそういうこと、日八っていうことですか。すごいね。そうだよ、あの、雪国みたいなことになってますけれどもですね。好きよ、あなたですね。好きよ、あなた。今でもよし行くぞって何してんのね。よし行くぞって、ね、どっか行ってるんじゃないですか。それの勢いでどっか行っちゃった。あらららそうですか。そりゃそうだ。まあね、とにかくね、うん、お客さん待っててもしょうがないから。そうだね。あれ聞こうか。聞いちゃう。こうなんか、うん、前回聞いたやつ。グダグダのね。あれすごいね。あれ喋茶店 の、 あの横のテーブルで、あの、喋ってるおばはんの話みたいな感じでしたね。そう、まるで。すごかったね。うん、でもね、あれね、結構コアなところでね、うん、評判いいらしい。あらららら。うん、そうなのね。あれね、番組打ち切りにならないように、うん、増やしていかないとダメだから。聞いてる人をね、スポンサーつけないとダメだから、私たちも。なるほどね。じゃあ、聞こうか、8月まで。聞いてみようか、8月まで。ローガストですか。はい、それじゃあね、ポチッといきますか。ポチッといこうか、今日も、うん、リモコンじゃない、ポチッとで言ってちょうだい、リーちゃんね。はい、はい、ポチッとな。チャラチャチャチャラチャチャチャラクラブナオミから始まる。今のは、ね、点が3つ入ったわけですよ。点点点ですから。このままね、あの、あれですよ。何ですか、課題エジオナナ仮のタイトル、はいはい、そのまま本タイトルになってしまうんじゃなかろうかと。まだ考えてない、うん、お客様からも聞いてない。でも何も言ってこないからね。無口な2500人が聞いてますから。無口な2500人が聞いてますもので、なかなか悩み相談もね。なるほど、6件ほど、うん、6件ほど来ましたけどね。あの、まあ、今日は言わないでおきますけれども。あれ、はいはい、6件から、7件。なるほど、来てるぐらいの無口な、リスナーの声を聞いてるからね。
2500人、16名なんやろ、うん、そうそう、だいぶと無口でしょ、だいぶ、うん、で、悩み相談が来てもこれ聞こえないから、あらら、来てんだけどね、まあ、そんなこんなで ねやって第2回ですよ。なるほど、いいんじゃないですかね、うん、いい感じで続いてると思うんですけど、いい感じ2回目だからね、2回ならそうかもしれないけど、はいはい、そうですよ、誰が喜んでるかって言ってね、本人が一番、ね、本人が一番喜んでますからね、まあ、そんなこんなでやっていこうかと思うんですけれども、あのほら、あの先週も言ってたね、ジングルちゃんですよ、ジングルベール、ジングルベール、そういうことですよ、ジングルベールですよ、ジングルのベールですよ、私ら今歌ってるでしょ、チャラッタ、タッタラタッタ、あれ あのちゃんとプロに頼んでるんだけど、辻圭さんに頼んでんねんけど、彼にこの間会いまして、うんうん、何かといえばタイトルコールが言いますので、うん、それをまず録音しましょうと言われた、なるほど、うん、んけどタイトル決まってないんです、あら、そこに問題がある、そうそう、そんな、なんとかかんとかのオールナイトニッポンで入りますでしょ、ちゃちゃ、そういうことですよ、それがいると、はあ、はあ、なるほど、本店それはスポンサーね、違う、うん、そういう感じなんで、そういう感じなんでね、そういう感じですよ、うん、だからね、タイトルをね、クラブ直美から始まると、あの茶番を5分やって、うん、5分もやってないなら3分ぐらいかな、そう、ね、あの茶番でいきますか、いきましょうか、うん、あ、とりあえずね、長すぎるっていうご意見は来ましたね、あ、もう褒めてもらってる、褒めてもらってると思って徐々に伸ばしていけたらいいなと、あなたね、そのほらジャカルタのさ、はい、なんだっけ、通勤時間のさ渋滞をね、あれ3時間とかですよ、あ、そうで最終的には、うん、家から車に乗って、うん、職場に着くまで3時間ずっと喋って、いいね、あなたの耳元で、そうですよ、私喋れんもん3時間ぐらい全然だね、うん、足りんぐらいやね、足りんぐらいね、でもそれ以外の人はちょっと困っちゃう、 手に余す、持て余す、そうだね、うん、そうだね、うんうん、そう、でもさ、この前、うん、ほらね、アップしたところの下にさ、コメントがあってさ、おウブドのハイヒールっつって、あの ねよかった、ウブドのハイヒールじゃなくてっていう話、ハイヒールってみんな分かってんのかな、ハイヒールってかかとの高い靴じゃないですよ、あ、違う、うん、はい、どうもーって吉本新人、リンゴと、リンゴと、モモコかな、うん、ただね、まあ長いことね頑張ってやってはるとは思うんですけど、うん、ハイヒールと言われるのはちょっと、うん、いや、それはもちろんプロの方やしね、お上手なんですよ、ですけど、ハイヒールと言われると、ハイヒールではない、セッタと言ってほしい、いや、そういうことズックですね、ズックですね、うん、ウブドの何か分からへんね、下駄、そう、森山中に続く、ウブドの森山中に続く、今日3人になってるね、いいね、おいおい、あれだ、あれだっけ、いらっしゃいなんとかだ、村上か、村上だ、私黒沢やから、うん、もう決まってんの、一回目聞いた、聞いてないでしょ、じゃあんまり聞けなかった、うち Wi-Fi がみんなね、関係ないんだからね、ほらね、みんなに2500人のね、2501人目ですよ、途中途中聞いてた、なんだよそれみんなね、疲れた、ウブドが好きな、じゃあ好きな人はスイッチオフっていうのが結構そういうのは聞いてた、もう直ちにスイッチオフ、ほらウブドが好きでね、うん、憧れを持ってるみたいな、聖なる地みたいなね、うん、違うの、そうなんじゃない、私あんま関係ない、私がこの地から出ていけばそうなるかもしれないね、そう思ってる人いるじゃないですか、すごく、はいはい、ね、美しく思っていらっしゃる、いや、それはスピリチュアルなんですよ、ね、もちろん素晴らしいから私も住んでるんですけども、うん、そういう人がね、すごくこう、ウブドらしいね、ガムランでも聞こえない、中央言わないの、カースータロか、違うわ、チェースータロかね、なんか出てるけど、と思って聞くと、うん、何をオーバハンラがね、ベラ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 喋ってんねんと、うん、腹立つでしょ、うん、そんなんじゃない、うん、ウブドはそんなんじゃない、もうその心をなんかこうショックを与えてあかんからスイッチオフということ。おう、どんな人が聞けばいいんかというと、ジャカルタの渋滞に巻き込まれてどうしようもない。そうですよ。ものすごい暇な人とか、あんなすごい洗い物の人。私たちね、渋滞した時聞きたかったね。そうよ、4時間。5時間だよ。5時間か、あれ。設営に間に合わなかった。空港から1時間ぐらいで、1時間弱で行けるはずの会場に5時間かかったんですね。エコノミー諸国になったもんね。正座しとったよ。よかった、トイレ近い人いなくて、あれ。気が触れた、本当よ。気が触れた。ずっと。ドライバーの小指の爪が長いの怒ってたからなんで長いんだよ、そう、なんでこの人小指の爪長いの気持ち悪いよっつって、あれ耳かくんですよ
もちろん耳を描くんですよ。右やったでしょ。うん、そっかね。それは今左やけどね。あ、そうか。そういうことですよ。だからね、またこう今日もグダグダですけれども、バリウブダウブダの話、まあ、何やか言いながらも前回結構ね、うん、バリのコアな話してたからね、うん、私真面目に、なんであんな真面目に私カーストの話してんやろうと思ったけども、いいじゃない、ちゃんと話したんで、結果的に心外ながら、うん、ウブダの話をしてしまうこともあります、うん、そこは謝っておこう。先に聞けへんの？ウブドの話。ウブドの話したい？するよ。そう？じゃあ来週は何が来るっちゅう話？ああ、そうですね。来週、あ、それウブドだけども。きっと来る皆既、皆既、ね、皆既日食、皆既ということ、皆既日食？皆既月食？日食？あ、そうなの？ほら、そんなこと言ってない、うん。新人は。あららら。ど新人が。あれですよ、皆既ね。皆既月食でしょ？月食？月食なの？日食かな？今ツアーとか組んで、そのバリは微妙にずれんねんけど。東の方か西の方かがさ、もうパチッと見えるらしくって、あのこういう、うん、だからそこにえらい、その日がニュッピなの？そうよ。毎年？だから、いや毎年毎年会期なんとかは毎年来ないんじゃないですか？そうだよね。何年かに1回来んねんけど、今年がって話。そうそう。でもさ、結局はルールだったね、新月なんだね、ニュッピはね。だから新月の時に皆既月食が何年かに1回やっても皆既月食が来るから、まあ何年後かに皆既月食が来たら、私？うん。あるじゃない、なんとか星がなんとか、なんか50年に1回しか見れないとかさ、うん、全く興味ないんだけど、あのね、どうしたいのこれ、それはね、全く同感ね、うん、なんとか星、ね、私も今まで気にしたことがない、ね、だって今がどうこうとか、とかさ、怪奇現象、怪奇現象、怪奇現象さんもね、いやでもね、実際問題だから、そのね、スンバかズンバか知らんけどさ、そんくらいな、そんな辺とかにすごい多分何十万も払って、うん、みんなで行って、それもキャンプや、ほんでなんかこう、あ、なんかホロスコープみたいな、なんかみたいなもん、で、いやいやいや、あれ日食やで、多分太陽やろ、でもそんなレベルで喋ってるから、あるよね、これ見ろっつ、うん、見ろっつってキャンプして、うん、ほんで多分何十万とかでさ、うん、あんだよ、だから森さんちって言われるんだよ、だから森さんちね、ほんまにね、インテリジェンスすごい気になる、そう言うな、バカ、うわ、気にならないんですか、そういうの、先輩は、先輩は、先輩とか会期、まあまあ、じゃあ会期なんな、会期なんなんですか、じゃあ、知らない、ほら、あれですよ、からかうやったっけ、からかうかなんかいるよね、あの月をとか青って食べる化け物がおるんですよ、バリのね、伝説の、それですよ、からかうって、からかうやったっけな、からうか、なんとか、かう、そう、それないと思うんですよね、うん、うん、またハイヒールに戻るけどさ、ハイヒールな、うん、安代智子、安代智子なの、うん、とか、トゥナイト今おらんけどね、安代智子ぐらいでお願いですね、知らないですか、海原家の安代智子ですよ、飽きませんか、まあまあまあ、あのルックスもそんな感じでいいんちゃう、くるよくるよぐらいになっちゃうよね、うちはくるよくるよ、行くよはいない、行くよはいない、くるよ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 、ルックス、あのビジュアル的にね、そうそう、ビジュアル的に、でも話戻りますけど、はい、ニュッピですよ、でニュッピって何ですかっていうことになりますとですね、うんうん、またこうやって説明するとまたバリっぽい話になっちゃうでしょ、いいいい、あの静寂の日ってやつですね、そうですね、奇祭というやつですね、奇祭、わかります、奇妙の奇、あ、奇妙の奇、祭りの祭り、祭り、祭、はい、井戸の井、なんで？だろう、その奇妙な祭りってことですよね。なるほどね、あの世界的にも結構知ってる人は知ってるらしいけれども、うん、静寂の日っつって、まあ、家を出てはあかんわけですよ。うん、もちろん。うん、うん、であの電気を使うというか、まあ、ほんまは何もかにもあかんねやろうけども、明かりをつけたらあかんわけ、暗くなってから。うんうん、で大きい音も出したらあかん。うん、であの厳密に言えば、火も使ったらあかん。ダメ、調理もダメ。だからすごく信心深いバリの方はですね、家で瞑想しとると、物も食べんと、あ、という話、うん、一応そういうことにはなってますけれども、誰も外に出れないんで確かめられないと、なるほど、そうなりますわな、まあ、そうなります、誰も見たことがないみたいな、なんとだって空港じゃあなぜ誰も見たことがないのに知ってる人だろうかみたいな、ね、空港も閉鎖、昔さなんか飛んでたよような気がするのね、ただ空港からは出られへんとか、空港からなんか限られた台数のバスだけが出れたって言ってたのが、今もう飛んでないってことは、うん、トランジットだけ OK なの、あ、そうなの、多分だからもう基本閉鎖、あ、すごいのはさ、この時代やで年々厳しなってんねん、素晴らしいやろ、いいじゃない、普通だったらなーなーになるところだね、そうそうそう、ね、すごい厳しくな、正月から空いてるお店みたいなもんでね、うん、
年々そういうのになっていくのにね、ニュピはなんか年々厳しくなってるような気がしてですね、うん、そんな、バリ島が好きだなと私は思ってるわけなんですけど、例えば去年とかどうやって過ごしてた？去年ですか、うん、あの毎年大概一緒なんですけど、うんうん、家にいました。まあ、家にはいない。あ、そう、ホテル行く人もいてるよね。そうそう、ニュピパッケージとかが出てさ、うん、2泊3日とかでね、どこ行くの？あの大きい目のホテルでほら中に庭もあってプールもあって、そこはでビュッフェでみたいな敷地内からね、うん、そこでキャッキャッキャッやってるわけですよ。ああ。多分行ったことないから知らんけど、うん、あのね、去年はね、うちね、あのラジオであの言うのもなんですけど、そのマキさんが来てて、うん、親子が来てて、あ、いやいや、あのお母さんと ね、うんうんうん、娘が来てて、うんうんうん、うちの娘と同級生なんで、うん、遊んでますね、だらだらと。なるほど。でその前はあのちびメガネが、お、うん、うちの、 あの尊敬すべきちびメガネが、うちの、スタッフですね、ジャカルタが、ね、金髪になりましたけども、彼女と彼女の友達が来てて、もともと学校の先生やから、うんうん、もういろんなアクティビティで、あ、いいですな、うん、あと料理をしまくって食べ続けたね。そういう会でしたね。今年はまだなんか決めてませんけれども、で出られへんからね、行かないですよね、うん、出られへんでね、あの旅行の人とかがあの勘違いするのが、うん、出ない方がいいってことですよね、出るのを控えた方がいいってことですよねっていうのね、え、レストランとか空いてるんですかっていうわけですよ、出てみろやつ、うん、だからそういうレベルではないと捕まる、ね、捕まる、逮捕、こちらに捕まる、うん、捕まるんで、あの、うん、いないとダメなんですね、家の中に、うん、勘違いしないでください、うんうん、勘違いしないでよ、ね、1回や2回なんとかで、彼氏面しないでよってやつです、そうですよ、そういうやつがいっぱいいますよ、いっぱいいますよ、純な話ですよ、うん、そうだよ、それでね、そうなってますでしょ。だからほんまに出られへんのね。ちゃんと消してる？うち、うん、うちはいつもみたいにあっちとこっちとかつけずに、うん、こっちの、いつもつけてる3つを1個にしてるとか。なるほど。で全体的に言えば9分の1ぐらいの感じでやって、表の方に出るとこね、こう、なんていうんですか、ね、布をかけて光が漏れないように、すごいじゃん、戦時中みたいな。戦時中。うんうん、でもね、うちの家はほら大通りから入ってるから、ね、うんうん、あそこまでプチャランが来ないんで、ね、あんまりその必死でその消さなくても2階とかは赤々とつけてない限りはうちは大丈夫だと思うんだけど、街の中に家のある人とかは大変よね。うちは田んぼの真ん中でしょ。バイトがあれだよね。バイトはそうやね、街中ですか、街の中に。バイトのノンタンはあれだもんね、そのウブドじゃなくて南の方のクロボカンっていうビーチエリアですね。そう、どうしてますの？私、うん、私ね、ごめん、あ、そう、行っちゃうんだ、どっか、ロンバルド行っちゃう。違うの、行かないんですけど、今年初めて家の。ああ、自分の家でニュッピー初めて10年間。あら、どうしよう。セレブだから。そう、毎年ね、オイスターとか食べに行っちゃうでしょ。そうだよ、オーストラリアとか行ってんだ、この人。そう。シャンパンとか、シャンパンとか。なんでうちのあの忍者虫、何も来ない、患者も来ないような。忍者虫ってな。ね、忍者虫じゃない。なんでうちのスタンドに来たの？こんなセレブが。スタンドってなんですよ。クラブでしょ？クラブだよ。それいっぱい飲みやなってますやん。話が変わってし、立ち飲みなって。クラブ言うて。クラブ。二人しかおらんのに。なことないですよ。でもね、だから楽しみなの、今年は。絶対電気つけない。反対に。あらら。逆にね。逆につけてもいいと言われても、私はつけませんと。やればいいんじゃない？おやりになれば。でも去年は、上を見上げるとミルキーウェイがあったんですわ。うん、ミルキーウェイっていうのはさ、甘の川。そう、甘川。甘の川。甘の川ね。甘の川って甘川。甘川ってこう向いたら痛いよね。ウェイのところのね、甘川がピッとしたらね、張り付いたほら。綺麗やったよ。私、やっぱ月に1回やってもいいんじゃないかと思う。成熟で。私もいいと思いますよ。あれね、うん、環境のためにすごいんだよね。あれね、だから全世界でやったらね、すごいことになる。素晴らしいと思う。バリのこの1日のニュピだけで、何かかは知らないけど、いいもの。いいらしい。いいらしいよ、ママ。今のドヤ顔で。いいらしい、ママ。昔ね、私知り合いにね、中途半端にね、情報を公開するぐらいなら言わない方がマシだって言われたことがあったんですけども、それです、なんかに何がいいかわからしくないけど、いいらしいよ。身のもんたみたいにさ、毎回なんか食品を出して ね、レモンなんかにいいらしいよ。大概なんかにいいんですよ。大概のものはなんかにいい。なんかにいいらしいよ。奥さんね。奥さん、これ、ね、奥さんね。なんかにいいらしいよ。じゃあコマーシャルつって。終わっちゃうんですよ。パッパね。これコマーシャルない。コマーシャルですか？提供入れますか？じゃあ提供はでも自分から作って入れてもらうか、うね、あのコメントをもらって何を言ってほしいかを出してもらって、そうです
うん、入れますので、バリ島発オリジナルバッグ、獅子はなんとかかんとか、え、なんとかなの、今なら2個買ったら3個つくとか、そういうような感じにする。つかないですよ、2個買ったら3個つかないですよ、今のはね、テストやからね。これ2500人がこれ、お前やなんかツイッターかなんかで言うたらすぐ何万人かなんだから、ね、うん、これ途切れ途切れで聞こえない時あるから、うん、そうに思っちゃった人いるかも、もう本当だ、今のがプツッと、うん、怖いね。ごめんなさいね。うん、ごめんなさいね。いや、ふつっとしか聞こえないのはそっちの家の問題だと思いますよ、それは。聞こえますよ。うちの家でも。聞こえました。うん、ほら、聞こえんですよ。ばっちりです。すいません。カーン、タミボカーンはやっぱり、ね。そうですよ。でも、この間も、何回もコーヒーをさ、同じタイミングで飲むからさ、シーンってなる時が2秒ぐらいでさ、ね、で一緒に飲むなってんやけど、目の前で飲まれると、まあ、飲んでしまうというのが人間の心理ですね。なんか鏡みたいにね、前が飲むと私も取っちゃうみたいな。あかん言うて。あかんの。あかんって私が言ってる。リーさんが飲むんだ。そう。で、まあ、ニューピア、そう、あんた、リーさんは何したの？DVD よ。DVD よ。うん。朝から。あ、晩まで。24とかさ。ずーっと。いいね、子供おるからね。ああ、うん。知らんねん。24見たことないね。24時間見ましょうっていうこと？そういうことなの？こんなんあるよ。どういうこと？24巻あるの？24時間の話をやってんでしょ、あれ。知らない。じゃあ1個の回で24時間なんや。違うでしょ。ちょっと待って、それ24時間の話をずっとやってる。24日間やんじゃない。違う。えそれと何ちょっともうね、知らないの。あれでしょ、カバン斜め掛けしてるおじさんの話でしょ。なんかこうね。あ、そうなん。知らない。知らない。わかんない。もうさあ、なんとかセイウンも興味ない。24も見てない。24もなんかフォエ24もやって、どんなフォームやねん。トランスフォーマー。トランスフォーマー。それ大体24なんて、そのあれでしょ、あの ER があって、何だっけ、その後なんか不思議な宇宙人とかのファン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 みたいなさ、なんか音楽の何だっけ、なんか怪しいなんか物体みたいな追いかけ回してる FBI。ああ。X-File。ER あって、X-File あって、その後4つぐらいあって、24流行って、うん、今もうさらに何個かが入って何かみたいな話でしょ。ダメやのに、なんか全然ついていってない。プリズムブレイクは見たね。あ、そう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 。うちあるやん、図書室に。図書室にあります。で、坊主の子でしょ。そう。坊主のギョロメの子でしょ。かわいい。それを見たらいいじゃないですか。マイコーです。マイコー。うん、マイコー。マイコーなんやけど、うん、マイケルストフ、何を言ってるんですか。何の DVD 見の今回は。あまり？子供向けの？いやー。ハリーポッターとかね。ハリーポッターとか、ハリーポッターはいいんじゃない、長いし、いっぱいあるし、シリーズは。そうか、うちのどうしようかな。ここの図書館でね、借りていかないとね。すんごい時間のかかることとかを背中な。ニューピア一人で喋るかな、ラジオもな。そうね、あと、スカイプ出る？あのさ、うん、作るとかね。あ、そう、今週さ、何あれ、うん、あれ、ハンドメイド週間でさ、はお、いろんなもん作ったさ。おいおい、こうじ作ったさね。あら今構図が、おろろろろ、構図が、構図を作ってんだよ。構図になってますね。構図が構図にですわ。うん、構図作った。うん、何構図？米構図。米。米から。あ、本当。あの金を持ってきてくれた。あ、金、あの種構図ね。うん、種構図ね。うんうん。綾小路でもなく。綾小路でもなく、うん、何だっけ？あ、出へん。ごめん。あ、ごめん。あかんわ。あとね、あれ言いたかったの、豆乳カスピカイヨーグルトを作りました。おー、え、豆乳カスピカイ、豆乳ヨーグルト、豆乳カスピカイ、豆乳も作った。マジ？すごいじゃん。的場浩司。おせえよ。おせえよ。自分何があったと思って。塩麹、的場浩司。ああ、そういうことですよ。綾野浩司、いろいろ。あれは、ドリフは？中村浩司。すごい。ガラガラって中村浩司。人がさ。小夏ジュース飲んだ時に言わないの。ごめんなさい。おお、すごいね。それは大仏の手作りですね。うん。だからそういうふうに手作り。うん。ビーズでネックレスも作った。すごいね。何から何を、食べれるものから食べれないものまで。そうそう。なんかね。そう。小森のおばちゃまになってね。小森のおばちゃま。私ね。小森のおばちゃま作ってんだ。そういえばね。うん、ニュピね、一回友達ん家で過ごしたことがあって。おお、バリで。うどん作った。あるいいですね。でもね、うどんがね、うん、すごいまずかった。うどんがまずいってすごいよね。びっくりしたから。麺がまずいの、それとも出汁がまずかったの？麺が何、麺かな。なんだろうあれ。ニョッキになった。だから決めたの。あのね、普段しないことはニュッピにしない。あ、なるほどね。じゃあ何にしよう。あ、そうや。そう。なんだよそれは。じゃあ何しようかな。何しよう。
何何するつもり？真っ暗にして般若心経でも唱える？いや寝る。寝るんかい。いやでも限度があるやろ。昼間は、うん、まあちょっと、うん、なんかしようかな。昼間なんかしようよ、うん、なんかしましょう。そこ考えよう。本読むとかね。あ、本読む。静かなところでね。最近読めないからね、本。静かなところがあるんだもん。何が？静かにできんでしょ？何リュピの話したよ。そうでしょ、静かにできんでしょ。そう、 うちなんかオタクなんか静かにならないでしょ。そうそう、ならない。三匹だから、そういうことですよ。だから読めますよ。だからなんか打てばいいんだ、注射を。麻酔銃を。12時間ぐらいコンコンと眠りて、あかんな。12時間やったら夜中にも起きるな。あーいかん。辛いか。辛いか。24時間。うんうんうん、ね。そうだね、危ないね。何しようかな、ね、手作り習慣の話終わった。そうそう、いやいや、あとね、蜜蝋を持ってきてくれたので。すごいね、いろんなもの持ってくんですね。オゾンオイルをですね、マンボウさんは。すごい。オゾンオイルを、あの世間蜜蝋でクリームになった。あら、そう。まあインドネシアね、蜜蝋持ってきた、はい、インドネシアって養蜂盛んでしょ。でも蜜蝋とか結構手に入らないらしい。あの、ね、なんで最近手に入れへんっていうのはないということではなく、うん、あれ、あの老血染めの、うん、あの材料になるのね。だからその引き手はまたなんでしょうね。あ、そういうこと、うん、そういうことですね。養蜂なんです。養蜂ってやつですね。わ、うん、かります。ああの養蜂、蜂蜜ね、蜂蜜というか蜂ですよ、うん、蜂が盛んなんですよ、インドネシアって。だから蜜蝋自体は結構あるんやけど、あるんやけど使われてんでしょうね。もったいないね。もったいないんで。もったいない。それそう、使う、あれでバティックで使ったやつなんかで使えないの？ね、あのもちろんほら溶かしてまたずっと、あ、また使うの、うんうんうん、やってるはずやけどね。溶かしてまたやるんだ。そういうことです。でも 100% 蜜蝋とかじゃないはずやと思うし、最近はあれだよね、あの科学的なものとかもいろいろ入ってんじゃない。そら、そら、それは知らなんだ。私ろうそくで作ってるのかと、ね、ろうそくのろう、そうそうの混じってるはず。でもちょっと茶色よね。茶色い茶色い。まあ話もあれですけどさ、うん、ご飯作ってるでしょ、自炊にね。私結構何食べてんですかってよく聞かれるんですけど、うん、何作ってますか、何作ってますか。何作ったやろね。昨日広島のお好み焼きをね。なんでよ、なんで呼んでくださいよ。食べ過ぎた。ちゃんとクレープ焼きにしたんだよ。あら、私はいつもこぐじゃこぐじゃっとねやって、最後そばを入れるぐらいのことやけど、ちゃんと重ね焼きして。あら、子供喜んだでしょ。広島焼きかいいな。そう、何作るかな。もうでも本当に日本と同じよね。オクラもあるし、大根もあるし、白菜もあるしさ。そうそう、だからそれが結構びっくりするよね。普通にあんねやっていうね。白菜びっくりするわね。もともとその、あるわけじゃないでしょ。それはあの日本人が入ってきたり、いろんな、ね、中華系の人がいたりとかして、じゃあその人らのために作ろうかと言って作ってるわけで、うん、だから白菜はサウィーって言うんだけど、うん、サウィーは結構ローカルのとこ行くとさ、ウブドの市場なんか行くとほら外国人多いからあるけど、うん、ちょっとしたローカルのとこやったら白菜なかったですもんね。ないんだね、うん、キャベツはあるけど。あ、でオクラなんかやっぱ最近じゃん。あ、そうなの、うん、だって枝豆は枝豆っていうもんね。そう、枝豆はね、もうオクラもオクラだよね。オクラもオクラなの、うん、インドではビンディーっていうだけね。ビンディーっていうの。ビンディーっていうね。ビンディー、ビンディ、ビンディ、うん、カレー、ビンディカレーっていうね。その大根もね、ほんまにあの前昔は大根のなりをしてるけれども、ちっちゃくてカスカスのが多かったですけれども、うん、最近はちょっと大きいのとかね、ちょっとみずみずしいのができてきてるから、うん、あの和食を作ろうと思ったら結構作れるよね、うん、ちゃんとね。結構作れる作れる、うん、何作ってんの。私は、この間久しぶりにマグロを買いましたもんで、その叩きにして、うん、手巻きにしましたね。手巻き寿司、最近ほら私ライスペーパー巻きばっかりしたけど、うんうんうん、久しぶりに海苔でご飯を巻くのをしましたね。で、納豆はほら日曜日のマーケットとかで売ってるでしょ、うん、うちのね、うん、サンデーマーケット、日本人が集まる、あれの納豆とか卵焼きとか、まあ子供がおるからね、うちはトマト、うん、トマト切ってみたり、あと何ですか、なんかきゅうり切ってみたり、いいな、マグロでやりましたね。あの、うん、だから結構普通に、で醤油うちで作ってるでしょ、うん、美味しいよね。美味しいね。お宅の醤油、お宅の醤油は美味しいでしょ、うん、あとはタケノコご飯を。すごいね、タケノコあるわな。タケノコ、これだけタケがボボ生えてんねんからタケノコあるんちゃうかって言うんやけど、うん、まあ実際問題あるでしょもちろん、うんうん、あるんやけどほら、まあ、バリチンもタケノコねちょっと食べるんやけどさ、食べるん、食べる食べる、だからマーケットにも出てるよって言ってたけど、ほらティアラデワタって電波サールのね、うん、マーケットには常に売ってんだけどさ、うん、あれどういう処理の仕方をしてるんか知らんねんけど、もうねタケノコのね水煮みたいなのがビニールにぶち込んで、あの冷蔵のとこ置いたんだけど、あそこの近くに行っただけでシナチクの匂いがする。
あシナ地区のね。シナ地区のあれシナ地区ってシナっていうのは中国ってことだよね。シナの国のね。で地区は地区でしょ。中国の地区ってことなんだろうな。そういうことか。そうだからね、あれはあれでまあ、いいんだけど、あれで料理作ると、あれで例えばタケノコご飯すると、タケノコご飯ではなくシナ地区ご飯でやると。あ、そう。うん、でそれがタケノコ使ったことないわ。あ、そういえば。それがね、この間ちょっとタバナの方、タバナってバリの東側の方でね、米を容器作ってるエリアなんですけれども、そこでなんか取れたっていうタケノコを日本人の人が処理して売ってはったかな、うん。それちょっと手に入れたものでですね。それで届かなかったけど。カサジゾ来なかったけど。あ、そう。じゃあそっちのカサジゾに言ってくれる。ね、私は氷というか消費者なんで。そうなんだ。そうです。ここで売ってた。うん、本の交換会っていうのがウブドにはありまして。三味線ね、行きたかったな。月に1回各月っていうの、うん、かな、今やってて、それにたまたまというか三味線も行ったら、タケノコ残っとって、ほんで買って、タケノコって水にしたら結構持つみたいでね、うーん、前日に煮物して、で昨日にタケノコをした。いい、ね、あーしましたね。だ結構和食、ね、インドネシア料理とか逆に作られへんもんね。あ、作られへん。コマンが作る、お手伝いさんとかが作るでしょ。なんか結局和食とかパスタとかそんなもんですか。シャレた、アクアパッツァも作れない。アクアパッツァ。しかしのんたんさ、たまにこのフェイスブックでさ見たらさ、レストランかと思うようなこうテーブルセッティングをして食べてるよね。私、ああ、好きなの。すごいよね。大人なラムチョップとかって書いてあったかな。ラムのどうのこうので。ラムチョップ好きよ。ラムチョップ赤ワインがちょっと添えてあったりして、あ、どっからレストランに行ったのかねと思ったら、誘われてるの。じゃあ私が行った時はラムチョップでお願いします。チョップってね、チョップチョップみたいな、ね、簡単だから自分でやったらラムチョップ出たんだよ、それ。あれ、ね、そんな3匹もおる家でラムチョップなんか出したら、これなんや、ソーセージかチキンかラムチョップかして、わーっと食べられんだもん。隠れて食べないと。肉だけでね。そうよ。30万ルピアぐらいになっちゃうね。そう、わー。大体7万ルピアぐらいじゃん、1人前が。あ、そう。肉買って。そう。あ、それは自分で調理する。そうそう、自分で調理する。はあ。ね。7万なんだ。だから、まあ4人家族だったら、28万。28万。3人。おー、どこで買うだ、そんなもの。なんか結構売ってんだよ。結構売ってんだよって、ね、これ都会の方に住んでるから。都会の方にね。誰がこのウブドの方、田舎でラムがおりますわ。そういうことそこら辺のね。いや、売ってんじゃないの、聞けば誰かに。さっきから雑談、なんかにいいとかさ。なんかに誰かに聞きゃいいんじゃない。あるんじゃない。びっくりするわ。あ、カルフールに売ってた。だろ、おったんでしょ、この間カルフール。違う違う、カルフールじゃない、パパいいやよ。嬉しかったよ。嬉しかったよね。なんか嬉しかった、ね。なんかだらついてますから、あれですけど、はい、獅子座流星群だ、さっき言いたかったのが。びっくりした、獅子座というか、獅子が何なんだと思った。獅子です、お牛の獅子ですよ。獅子座流星群ってあったよね。知らない。ちょこちょこあるよね。知らないんだよ。なんとか流星群。だからバリのお祭りもそうやねんけど、うん、5年に一度とか、10年に一度、25年に一度とかいうのが毎年あるやんか。で、いろんな場所であるやん。でしょ、結局毎年何十年ぶりとか、うん、で、まあ、もちろん寺が違うんやで。あ、いや、あっち、今日はブサキ、今度はなんかペチェンのどこどことか違うねんけど、私らみたいな外人がね、よう分からへん外人が言ったら、毎年なんかその大祭やってるよなって、まあ、思うじゃないですか。うん、で、私最近思うのが、満月のためにスーパームーンとかね、何とかムーンとか言ってるじゃん。ああ、なるほど。あれね、もうすんごい安っぽいんで、うん、やめようと。やめようと。なるほど。言う人がおるから、うん、へえと思ってんだけど、うん、あ、いや、そうなの。私がやめようって言ったら角が立つでしょ、言ってる人はね。そうだね。今日はスーパーチューズでやったやろ。何のチューズで、それ何、恐怖のフライデーみたいな、なんかあったよね、昔大恐慌で、なんとかブラックマンデーみたいな、フライデーみたいな感じ。昨日なんか選挙でしょ、アメリカの。あ、スーパーチューズ。あー、なんかあいつトランプ、ロトテッシュ、ロトテッシュやな、ロト6みたいな、チューズデーですわ。ロト6、うん、さっぱり分かんないです。ここ、うん、そうそう、昨日はスーパーチューズデーって書いてありましたよ。あ、ほんでなんか、うん、株価やなんとかやっていろんなものが上がったり下がったり、上がったり下がったり、私が関係ないタイプのやつね。そうですね。流星群とね、株価は全然関係ない。関係ないんですよ。いや、その流星群がさ、で、またほら数年に1回ぐらい流星群言ってるでしょ。何なの流星群で。いや、陽気の星でしょな、要はね。うん、星の陽気の星。雑やな。陽気の星。なんかの星でしょ。流星群、群やからね。群だから集まってんじゃん。うん、昔集まってんの。群れてんのか。群れてん。昔ね、獅子座流星群がなんか知らんけど、24歳ぐらいの時かな、
あの時にね、私あの化け物屋敷というお店であの働いてたんですけれどもお店の名前が化け物屋敷というお店ではないんですけれども、通称化け物屋敷、お店の名前はアラジン、アラジン、アラディンと書いてアラジンですよ。で通称化け物屋敷、あのそれはあのお店の人が言ってたんではなく、周りがお客様、あそこはオーディエンス、オーディエンスもあと同業者、恐ろしいから行けないけれども化け物屋敷と言われてるお店に私は知らずに働いてたんですけれども、あ後々ね、直美ちゃん化け物屋敷で働いてたんでしょ、あそこどうなのって聞かれてへっつって、ね、まあ、そういう話だったんですけど、そこ の、まあ、化け物屋敷の話は、ねするもう3日かかるね、3日かかる、もうちょっとするしますか、まあ、ちょっとしましょうか、ちょっと軽くしましょうか。そこが要はあの何ですかって言ったらラウンジみたいなね、なラウンジ、スナックみたいなラウンジみたいな、はい、でもそのもともとオーナーさんがもともとクラブをやってたあの人だったのね、だから気持ちはクラブなの、はい、あなるほどね、うん、だからスナックみたいなとラウンジみたいなの間やけれども、サービスとかそういう感じのクラブみたいな感じで行きたいと思ってはったみたいね。でそこの、まあ、さらりと流すけれども、そこのオーナーさんね、そのオーナーさんですよ、元クラブでマネージャーをしてたというオーナーさんが今その店ではオーナーであると、でオーナーやのにマネージャーと呼ばれているというね、もしなんかね、うん、あの現象が起きてたんやけれども、うん、そこのマネージャーさんがあの白木稔さんにの、お鍋さんやったのねお鍋、お鍋さん、若い人はお鍋さんとかで分からへんのかな、あのそうね、あのおかまの、おかまじゃないですよ、おかまの違う分、ね、女子の体を持った男性ですよ、おばちゃんなのにおじちゃんみたいな、体は おばちゃん、心はおじさんっていう人やって、うん、で角刈りでダブルのスーツを着たあの色白ぽっちゃりの顔はおばあちゃん、顔はおばあちゃん、おじちゃんね、うん、やってね、うん、なんか切ないね、切ないというか、うん、あの楽しそうにやってはったから彼女も持ったし、別にさ、うん、いいんですけど、うん、あのその方でチーフがね、うん、チーフがあのゲイのお兄さんで、あであの見た目はそれはもう完全に化け物屋敷だろパッと見たらね、中入ったらさ、ただ個性のきつい人たちということやねんけど、うんうん、入ってない人にしたらさ、特に奈良なんか田舎やからさ、あのお鍋がオーナー、ゲイがチーフ、まあまあね、そういうのは全然いいんだけど、あのなんか、ね、女の子たちの一番若いのが、そうそう、ね、当時の私みたいな、うんうんうん、でそんで、うん、チーフがゲイで、あの見た目が一国堂さんみたいな、あの濃い顔のあの人、もうちょっとシュッとした感じで、あの着てる服が一世三宅のあのプリツプリツをあのくすだり子、なるほどなるほどっていう感じで、う肩パッドが、うん、でもすごいあの結構上品な方でですね、あそうです、あの呉服屋のボンボンみたいな感じ、どないねん直美ちゃん元気にしてんのみたいな感じの、なるほど、うん、ちょっとしなりしなりと、うん、そうそう、しゃなりしゃなりと、うんうんうん、で、さっきも言ったみたいなホステスさんですね、はい、があのチーママがもうあの時点で45、6ぐらいかな、綺麗な人やってんけどね、うん、あのそれとあのへーっていう感じで、私もねそういうホステスさんみたいな初めてやったんですけど、これでもええのみたいな感じの人が、40ぐらいの人が2人ほどいて、うん、あとは山口から出てきてたすごく純朴な、なるほどね、感じの女の ロングヘアのね、うんうん、あの山口から出てきたばっかりみたいな、まあ、でも奈良も奈良ですか、工藤静香を、まあ、どうにかした感じ の感じのすごい気のいい ね、 あのね、優しい、あの見た目は完全に水商売なんですけれども、うん、一番水商売に向いてなかった ね、なるほどね、うん、すぐ騙されちゃうみたいな、ね、すぐその気になっちゃう、そのお鍋の何チーフのことを男性だと、チーフじゃないんだけどね、マネージャーなんだけどね、その何ですか、あの寿司シザー流星群からちょっと離れるんですけど、その子がね、何ちゃんだっけな、知らん、何ちゃん、なんとかちゃんなんですけど、その子が私が店入って私半年ぐらいいたんですけれども、その子がもう仲良くなってもう何ヶ月も経った時に、結構仲良くしててね、彼女はすごく純朴で、まあ、マネージャーはまあオーナーでしょ、でチーフはそういう呉服屋のボンボンみたいな芸の子で、頭の回転もいい代わりに、そういうノロマな、ノロマで、ドジなっていうのは、ケっていう節がありましてね、意地悪気質がありましてね、うん、あいつどうにもならんな、みたいな感じだって、で、残りの、40代 の、 ホステスさんたちは、もうそんなことにかまけけでもおらなかったんで、私が唯一こう、仲良くというか、普通の話をしてて、なるときにね、お店入る前にちょっと喫茶店で会うて、おしゃべりしたりするわけですよ、はい、彼女の、苦労話を聞いたりとかして。なるほど、うん、だね、直美ちゃん、直美ちゃん、直美ちゃん、知っとった？マネージャーって
あれ女なんよって言ったわけですよね。で、まあ、あれ女なんよって言ってね、今のねこの時代ね、いろいろあのジェンダー問題があってね、女でも男でも何でもええんですけれども、私も何でもいいんですけれども、あの一応、まあ、性別とすれば女性であると、うん、私はもうあのなんて面接、うん、面接する日もあの数十メーター向こうから女さんはお鍋の人、お鍋というかそのあのジェンダーね、そうトランスジェンダーの人なんだなというのがあったわけですよ、はいはい、私どうでもいいから、うん、はいどうもどうもつってこんにちはってお願いしますなんて話したんやけど、はい、あのその、ちえちゃんね、ちえちゃんだ、ちえちゃんは気づかなかったみたいな、ね、数ヶ月ね、うん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 、で嫉妬たんって言ってものすごいびっくりされて、私は、まあ、私は逆に知らんかったんって思ったんですけれどもあの、うん、で私ねやっぱほら相手を知らなかった自分をすごいショック受けたらあかんと思うから、あうんうん、なんとなく分かってたよって優しい人やね、うんうん、そう私優しい人なんですよ。そうなんです。で、まあ、言っててね、なんでそんな話になったかと言ったら、うん、ちえちゃんがなおみちゃん給料日やったやろやるんかい、うんうん、やるった方がいいでしょ、ここまで言ったら山口やからね、こう山口弁じゃないかもしれんけど、いやいやいや、私のこう思い出ね、給料日やったやろって言って、ね、ちょっと変わった関西でね、うん、やろうちか、うんって言って、昨日なってあのマネージャーがな家まで送るって言ってくれたからとか送ってもらったんよ、時々彼氏とかがお迎えに来てくれたりチームに送ってもらったりするんだけど、ね、マネージャーが送ったるって言って、で、ああ知恵の給料あの家に置いてきたから、うん、私休みやったやろ給料日って、ほんほん家に置いてあるから、ほんだら送ったるから、お前ほんだらあのわしの家行って、でそれで給料ピックアップして、で渡してから家送ったるって言われたんよって言うから、はあそうなんやって、はあ、ほんでね帰ったらさってマンションなんよマネージャーの家が、はあって言ったらなって言ったらね、玄関のとこでここで、ま、あの入れって言われたんやけどねって、男の人の家にそんな夜中に入るのもあれでしょって言って、で彼女さんと一緒に住んでるしねって言って、いやあれでしょっていうか、うん、あここでいいですここでいいですって言って、玄関で待ってたんよって言って、ドアは中に入ってこうバタンと閉めて靴脱ぐようなとこでさ待ってたんよ、ちょっと入らへんのか、ほんでも取ってくるから待っとけやって言って、で待ってたんよ、そしたらねマネージャーがねちょっとしてから出てきたんよそしたらね、直美ちゃん下何も履いとらんのよっていうわけですよ。いや私もほら、私あんまりね、あのインド人は驚かへんって言うでしょ、あれみたいな感じであんまり驚かない、ね、私あの気が小さいから、あのすごく常に驚かないようにあのその予想してて、全てのことが想定内、全てのことが想定内でいくように、あんまり驚かへんようにして訓練してみて、私あんまり驚くこと泣かないでしょ。ほんで何も入っとらんのよって言うから、何も入ってないほーんって言ったら、向こうはちえちゃんちえちゃんさ、なんで驚かんのって思ったみたいさ、何も入ってないのよとか、何も入ってないんや、え上は着てんのって言ったら、上は着とんのよ、あのダブルのあれ着てんのよ、あの肩シャツ、カッターシャツってんね、肩シャツとダブルの、いつもダブルのスーツ着てはったかな、あれ着とるんよっていうか、うん着てないよっていうか、着てないというのは、いやこれは聞いた方がいいかな、着てないというのはって言ったら、目取るんよ全部っていうから、ほら着てないって言っても、例えばパンイチでもさ、下はかんと出てきてもったとかあるでしょ、だから私も、うん、ね、言いたかったら言えばいいし、言いたくなかったら言わんかったらいいし、そのマネージャーもすごい私いい人やしね、ほんならさ、何も入ってらんのよ、全部見えとるんよって言うから、全部見えとるんよ、なるほど、あの白木みのるにのマネージャーがマンションの奥の、ね、こ うちのマンションなんかその玄関やってこうちょっと廊下みたいなシュッとあって、奥の部屋があって、うん、左右の部屋ってそんなんや、ね、奥からシャツと角刈りやメガネや現物のダブルのスーツ着て、下は何も履いてない、びっくりするわ、そしたらね女やったんよ、そこでやっと分かったんと思って、うん、女やったんよ、そこで分かったらしいね、でそれでその次の日の直美ちゃんちょっとええかなって言ってのその話になんねんけど、うん、女やったんよ知っとったってか、局部を見るまで分からんかったんやと思ってマネージャーなんで何にも履いてなかったなんや、いやだからなんや、な
どういうことやろ。給料取り食うて、なぜ下半身を、下半身をあらわにして戻ってきたかっていうの。うん、だどういうことやろ。気づいてなかったんやろか、忘れとったんやろかって言うから、トイレ行って。そんでちえちゃん、送ってもらった。いやいやいや、ほんでさ、で私はさ、私は、なるほど、なるほど、なるほどと。それは気づいてないことはないと思うんやけど、もしかしたら家では、あのほら裸の人とかおるやん、家ではパンツを脱ぐタイプなんかもしれんな。ダブルのスーツ着てよ。そうそう。ああ、そうかって言うから、家ではそうなんかもしれんなって言って。ああ、それはね。っていうか、ちえちゃんどうやってかわしたんだろう、それ。何にも気づいてないふりしたって言った。ありがとうございますって、あとどうしたん、ちえちゃんどうしたんって言ったら。なんかね、目をそら見ている、なんか気づいてなかったんちゃうやろかっていうスタンスというか、そこに思ってたから気づかないふりをしたみたい。ほんで給料もらって、でそっから あの送るわ、ほんなら送るわって言われて、いや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 って言ってんけど、まあ、そんな全然そんなタクシーも走ってるんだ時間じゃないやん、1時とかやから。で送ってもらうって言って、その時パンツだって履いてたけどねって。で今度来た時はまあ入ってきて送ってもらったという話やった。だからマネージャー？マネージャー、いやオーナーやけど、ね。オーナーは何のための行動だったんですか？それも入ってこいやと。家ではくつろいでパンツの給料取りに行って、その後出るにもかかわらず。いやそうですよ。もう儀式、まあ、儀式でしょ。なるほど、ね。でちえちゃんが、なおみちゃん最初から分かっとったん、すごいなって言われて、分からん方がね。すごいなと思いながら、なんとなくねーって分かっとったのすごいな。そうで、そうで、それが化け物屋敷の全体図で、でもこの話の後はシスター流星群の話はもうどうでもいいんですけど、でもいい、まあ、チーフにね、あのゲイのチーフにね、あのシスター流星群やからって言って、ああそうですね、ね、あんま関係ない、はあっつったら、あのせっかくやから神戸に遊びに行くから。見せ終わった後付き合ってよって言われて、うん、って私帰って寝たいんですけど、そういうこと言わんとって、ここでそうやって話、付き合いの話できなんてぐらいやねんからってみんなに思われてんやろけどって言われて、チーフとあのゲイのチーフと、はい、私が、はい、あの夜中に、12時半か1時に上がった店から、そこから見に行った、あれがシスタ流星群らしいで、よう分かりませんねって言って、そこでシシって つけたそれがあの時にシシがそういうことでしょうか、そういうこと、そんなわけねえだろ、ね、もうやだ、めちゃくちゃだ、そう、そう、で、まあ、神戸のね、ゲーバーに連れて行かれて、うん、そこでね、あの、僕の彼氏やねんって、可愛い男の子見せられて、それ自慢したかっただけみたい。なるほど。なんだそれ、はい、そのために、そのために連れてかれて。そう、で、しこたま飲まされて、しこたま払わされて、帰りの車で途中で吐きそうになって、途中で止まって、言うて、ゲー、言うて。俺の車につけるなよ言われてあのギョロ吐いて帰ったのがシスタ流星群の私の思い出ですね。いいですね、うん、完全にね、さっきのちーちゃんの話でね、もう持ってかれたね、持ってかれました、自分の話一人の話、ね、何も吐いとらんのように持ってかれたね、はい、なおみちゃん何も全部見えとるんよってね、うん、全部見えとる、うん、そのちーちゃんのね、いろんな話が他にもあるじゃない、ウォンチューとかね、ウォンチューとか、うん、ウォンチューの話はまた次回にね、おいおい、ね、おいおい、そう、あのね、私にあのお店2つ行ってましたけど、うん、本気でそういうおもろい話はもう断然あの化け物屋敷の方で、そうだね、働きやすかったのは後の方のお店でしたけれども、なるほど、完全に最初の方がそうですよ、舐めたらいかんぜよ、舐めたらあかん、そうだからね、こんな話でね、長々とね、うん、引き続きやっていきますのでね、はいはいはい、あのもう多分もうそうですよ、そんなもんですよ、いいだあのみんなで、ね、今日笑った今日あのあの私のちいちゃんの話でしょ、あもう新手、ね、パンネタですから、ね、5回ぐらい聞いてるよね、いつも涙流して、ね、聞くたびに初めて聞いたみたいな ね顔してね笑うでしょ、おかしいわ、うん、滑ってはいけないにあったら私これこれもね、そうですか、かなりで想像してもらってね、やってもらえたもうダブルに、ね、角刈りがした、はいはい、履いてないのが女であるという、女というかショッキングな現象、まあね、給料取りって出てきたらうん、でもね、密かにね、なんかそういう話をしてると、まるでさ、うん、なんかこう、映画とか、うん、そういうなんかネタ話みたいなね、こう私も何回もって言ってると、いやいや、毎回ブレてない。でもさ、うん、実はさ、ブレてない。いや、私自体もさ、うん、人から聞いたネタみたいなさ、うん、話の気持ちになってるけど、うん、私ね、このね、6、7年前ぐらいに会ったんよ、マネージャーに。マジで？うん。どこで会うたんやったかな？ばったりよ、あ、お好み焼き屋で。おー。会うて、うん、
あれマネージャー一刻堂の方マネージャーの方その、あの、角刈りの方角刈りのマネージャーで、思ってさ、うん、あれマネージャーって書いてあったおナオミで、そうや、ナオミやバリ行ったって言って、うん、どないしてんねんって言って、でもすごい気にしてくれてて、で、私もあの向こうで知り合った日本人と結婚して子供もいますって言ったら、そうか、伊藤ちゃんがなんかどこのために行ってて、そうかよかったなって、お店どうしてはるんですかって、もう今はやめて、あのお料理得意やったから料理屋やってんねんって。おお、角刈りやったん。角刈りやろな、そらそうやわ。ちょっとちっちゃ、ちょっとふけでちっちゃなったはったけど角刈りやった。縮んどったんけ。縮んで、そらもう年いくと縮むでしょ。あ、縮むでしょ。そやからね、あ、ほんまに私、あ、幻しちゃおかってんみたいな。あら、ずっと話してるとだんだんね、これなんか誰の話、誰のネタやったっけみたいな、 あるんですけど、私実は大手るんです。あ、いいです。奈良あたりにいらっしゃいますのでね、奈良の方は気をつけて、見て探していただきたい。いい人なの、白木みのるや。いい人なの。マネージャー、名前知らんわ、マネージャーって。ああ、そう。うん、要はその本名でやっとったっていうことやな、直美ですいうことは。私、うん、私そのまま直美で行こうかって言うから、お直美で行きましょうかって言って。あら、愛ちゃんとかなかったの。愛ちゃんとかなかったよね。チョチョリーナとかいろいろあるやん。チョチョリーナとかね、呼びにくいでしょ。結構年行った人が来てたからね。なるほどね。うん、じゃあ、ナオミで言ってましたね。あの、ナオミカンバーとか、夜のミとかね、よう歌われてましたけど、その歌知らんからさ、ね、なるほどね、何の歌やろうかと思いながら、なんかナオミって出てるけど、何やろうか、私の方を見てるけど、何やろうかって、やろうか、よう聞いてましたね。その時にね、あの下手なカラオケをね、うん、あのチーフにね、ナオミちゃん、カラオケの練習するでって言われて、なるほど、はあ、あんた歌えんの、いや、あんまり歌は得意じゃないんですけど、じゃあ、ゆけ練習せなあかんね、3曲はね。これ絶対ここで歌えなあかんからって言ってさ、うん、歌わされたのが、うん、昭和彼すすき、まあ、なんとかの恋の物語、銀座の恋の物語と、チャラチャッチャララチャラララチャラチャラチャッチャラッパラッタッタッタラッタ、はい、チャラチャラチャッチャラッタ、今宵も、あ、言わなんか、それはあなたが言わなんか、チャラララチャ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 チャラチャ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 ラチャチャラチャラ、冷やします。そんな歌ちゃう、もこれ、この歌、この歌、それやったら、あの道の子一人旅とかで歌っちゃうでしょ。チャラチャラパッパやっぱや、あの子に会ったのはいつの日か、そうだから言ってんじゃないよとか、アマンとか、そうよ。だからさ、何もなんでもほら20年前、17、18年前とはいえさ、昭和彼すすきってさ、もうギャグの時にかかるですよね。知らんかったよ。それを本気で歌うことに私がなるとは。いいえ、世間に負けた。二人は彼すすき。ね。ね。なんちゅう悲しい歌かという。ミスター遅れの、あの、銀行って白黒やで。銀行マジで？もうよ。銀行してるよ。心のか。それ白黒まで。あれ、どのぐらい古いの？なんかいいよ、なんかチコンキみたいに歌うね。そういいな、切ない風。チコンキ、ね、チコンキの。チコンキ？チコンキ、チコンキ、チコンキ、チコンキみたいな。チコンキだよ。うん、あのね、そんな、それがさ、あの2軒目の店行ったらさ、いきなりさ、浜崎あゆみとか言うんだからさ、無理あるよな。それかなり無理やろ。浜崎あゆみとか見たことないのにさ、そんな、あのシャランキューの人と、バイバイさんよ、あの人と浜崎あゆみかなんかがデュエット、知らないですね、浜崎あゆみだったけど、なんかデュエットの曲があったの、ないでしょ、あったあった、浜崎あゆみじゃないかもしれない、シャランキューの人と、うん、何さん、まあ、知らん、なんとかさんと、ツンク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 っていうの、うっそ、ツンクやろ、ツンクでしょ、ツンクだって、それあれ、ツンツクツンツクみたいな、やだ、それまっちゃんっていうの、はまちゃんっていうのと一緒じゃない、はまちゃんやろ、ハマちゃん、ハマちゃん、それは言うたカナブンの話になるでしょ。カマキリや、カマキリ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 、カナブン、カナブン、カナブン、うん、それは関西弁、マッチャン、ハマちゃん、あれ関西の人間やねんか、それはこっちの発音で言わせてもらうと、それはどうしようもないですよ。ハマちゃんのハマちゃんですよ、ハマちゃんですよ、ハマちゃんな、うん、ハマちゃん、ね、でもええけどもね、ハマちゃん、いや、どう、要はさ、その昭和彼すすきの店に行ってて、うん、数ヶ月後には私は、うん、あのシャランキューとなんかの、うん、ちゃんとその歌を歌うのにできるわけない、あ、できない、うん、でその店ではもう18区の子がおったから、私その時24とかやったから、もうあのお年寄りチームの方に入れてもらってのんびり踊った、うん、でお客さんもめっちゃ若かったから、
あのお姉さんみたいな扱いで、うん、言っとった、ね、おっさんとか言われて、うん、デュエットといえば、うん、それはあれやね、うんうん、悲しいだけのあいつをねえやんですよ、ねえやん、ねえやん出てきてもらえ、見てるか、あ、聞いてるか、結局ね、こうやって長々なってるでしょ、うん、だからね、分かりましたよ、じゃあまた私のクラブ、ナオミの、ママのホステス時代の、ホステス時代じゃない、今もでしょうよ、あ、そうなんですけれども、あのやりますか、もうこれやっちゃうとね、もうあと続くから ね、 ね、まあ、ちょっといくつかのネタをね、あれしたいと思いますので、すいません、皆さん、ありがとうございます、ありがとうございます、なんか人生相談できへんか、人生相談をしたいのにな、誰か相談してくれよ、10円くれよ、出た出た出たうん、いつ言おうかなと思って54分待ってましてん、これ、うん、最後まで聞いた人はね、うん、10円くれよ、誰だったっけ、キョンキョンです、キョンキョンキョンが言ってるやつね、あの今日も言えたので、ここら辺で終わりにしたいと思います、これなんか最後の締めとかありましたっけ、ないね、ありませんか、はい、終わり、締め、いや本当にね、あの無口な方もね、うん、あの悩み相談をね、うん、あの負債を抱えてるとかってどうしますか、負債、これはちょっとあの銀行に行ってちゃんと話をしましょう今の銀行何も聞かへんからね、2倍返しだっつって、あ、じゃあ倍返しだっつって、あの逃げよう、逃げよう、バリに逃げてこよう、そうそうそう、逃げることもね、あれですけれども ね、 ね、まずは負債を作らない、そういうことから大事ですね、うん、そうだね、負債を持ってる人にさ、負債をまず作らないって言ってもね、困っちゃうね、そうだね、鶏が先かね、あれは先かの、そういうことですよ、そういう話になってます、大丈夫、負債は大丈夫、うん、大丈夫、命まで取られるわけじゃないですから、うん、そのにして可愛いに流されるわけではない、そうですよ、矢沢の A ちゃんも頑張ったらしいから、よう知らねえけど、2人しか来んかったらしいで、何にコンサート、タオル引っ張る人おらんやん、そう結局ですかっつってね、誰もいない、それ違うよ ね、 それ ね、 それ違うね、タオルって言うと私も猪木しか出てこない、そうかそうかあ、そうか、 A ちゃんもタオルやね、 A ちゃんがタオルじゃないですか、 A ちゃんもタオル、結構汗っかきってこと、汗っかきタオルでしょあれはグッズ販売用でしょ、なんでグッズ販売ですよ、いやでもポタ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 、最初からだから多感症なのかね、グッズ販売ですね、いやいや、そんだけ激しいライブってことでしょ、なるほど、なんか足の裏みたいになってきたよね、顔が A ちゃん、え、もうね、 A ちゃんのね不安ね多いから、怖だから、ね、いや、だから私広島やからいいの、どういうこと、うちの A ちゃんみたいなことになって、 あの人広島な、あ、ほんだよ、かあれ西城秀樹もやで古いな、二人ともYMCA やで、うちの母ちゃんの妹と同級生やね、きかこじちゃん、ひでちゃんみたいな、きかこじ元ではもうひでちゃんご近所さん、お、あれやな、朝南子、誰や、あれほら今の輝く、あの女優輝く、今の輝く、綾瀬入るか、もう超超ご近所、綾瀬入るか、入るか出るか、ポリリズムですわ、ポリリズムですわ、ポリネシア人ですよ、足出してるほらな、そうだよ、そうだからね、大丈夫、A ちゃんは足の裏みたいになってきた、もう僕わからない、いいですね、こういう顔だよ、あ、顔がね、あ、足の裏、なんか足の裏っぽいなと思って怒られるわ、 A ちゃんファンの人は55分から聞かないでください、くださいって、いいんだよ広島だから、ナオミじゃないですよ、でも A ちゃん広島大嫌いだからね、なんだよそれ、ね、自分の故郷が嫌いっていうのはどうしたの、大嫌いなんだって、でも私も堺ちょっと恥ずかしいな、堺恥ずかしい、堺や堺、あ、堺や堺、恥ずかしいというかね、恥ずかしいっていうのは恥じてるってことではなくて、なんかね、なんかちっちゃい時の写真見せられるみたいな、わかるわかる、ちょっと恥ずかしい、ね、広島もちょっと恥ずかしい、ね、いや恥ずかしくない、堺弁とかを聞くとちょっとね、なんかお尻がムズムズっとしてきゃ、ね、うん、なるほどね、じゃあまあ、 あの地元の話もね、次回してみましょうか、という感じで、今日は、中途半端に、今日も中途半端に、うん、第2回、クラブナオミから始まるてんてんてんですよ、はい、これでいっちゃうんですかね、いやー花のなんとかとかね、決めましょうかね、うん、ちゃんと決めましょう、うん、あの人に依存せずに自分らで決めましょう、じゃあ花の都じゃない、葉っぱの都やから、花の葉っぱの都バリぐらいでどうだろうか、という感じで今日 も、 もう全然聞こえない、終わっていきたいと思います、今日も皆様ありがとうございました、またのお越しを楽しみにしました、デパートの終わる時みたいなね、